お疲れ様です。今日もポーカーの会場にやってまいりました。もちろん、これはバーチャル上の30万ってお金がここに反映されてますけども、一切入金もしませんし、メールアドレスの登録すらいらないフリーアカウント、何のアカウント登録もいらないポーカー会場でございます。で、こういったサイトはポーカーを楽しんでいただくのと同時に、今ご覧いただいているようなね、広告が出てきます。 画面には反映されてませんけども、こういったところにもね、広告が出てるんですよ。ですんで、こういったゲームを作った人ってのは、楽しんでもらいつつ、何らかの販売に誘導して、利益を得ている。そして運営費を出しているっていう形になります。ね。だからこれがオンラインカジノとかではないですよってことなんですけども、<laughs> 失礼しました。まあこういうサイトによってはね、頻繁にアクセスする人のログを追って、 実際のオンラインカジノに誘導する例もあると思いますのでそこはね良識ある皆さんご用心くださいインターネット上のゲームが全て健全ではないですし全てが悪質ではありませんどこに信頼を置いてどういう風なねプレイをするのかまあそれぞれに任されておりますまあ例えばねあのロールプレイングゲームを気軽にやったとてそのロールプレイングゲームにも例えば入金をそそのかすものがあったり 何らかかのアイイテムを現金とかねビットコインによって購入しなければ先に進めなないいみたいなのもあるわけですよそれも言ってみればまあオンラインギャンブルみたいなもんで真っ先にボスを倒したら賞金が返ってきますよみたいなのもあるわけですよね <laughs> 一体ね私たちは <laughs> ゲームをすることもできないんでしょうかみたいな感じになってきますまあちょっとポーカーするぐらいならいいでしょうからちょっとスタート100っていうのでやってみましょうか多分100円かけるってことでしょうねはい 当然ですけども、リアルなマネーってのは、ここにね、介在してませんから、勝っても負けても痛くはないよって感じです。30万円のうち20円を出しています。で、えー、っと、10、ど、どういうふうにすればいいんだ、これ。コールコールだ。こうなったら。ね。なんか、操作法がよくわかりませんけども、コールしてみました。で、チェンジのチャンスが来るのかなチェンジするのは、 うん、まあ9と10を生かしてこれかなはいワンペアができましたねさあ勝負はどうなるでしょうか他の方がコールしてきてますけども、まあ、私もちょっとコールしましょうかここはねはいえー、退場していった人が一人いますでここで再度コールの選択ができますけどもまあワンペアですけどコールしましょうあビビらないね ああ、キングがいますね。2ペアや3カードに負けました。私で一番弱いですね。はい、すいませんでした。だいぶ資金が持ってかれました。620円もやられた。はい、次のカードは何でしょうか。あ、2ペアが最初からできてますね。これはね、あの、当然コールしますけども、この単独した8を入れ替えて、フルハウスを狙う手もあるんですよね。まあ、もちろん、 ペアを1個切り崩していくっていう方法もあります。あ、単独してるのはクイーンか。チェンジしましょうか。チェンジ。はい。で、コールしましょう。お勝ちましたね、今回は。720円勝ちましたんで、ちょっとさっきの傷が癒えました。次ですね。まあ、なんとも頼りない豚ですよ。まあ、 コールしましょうか。他の方はどうやって来るのかなええー、レイズレイズしても何もできてませんからね。ちょっと逃げましょうか、今回は。ま、あ他の方の勝負をぼんやり見てみましょう。すぐに決着がつくと思いますけどね。あ、逃げた。レイズして受けてますね。おぉ、エースのワンペア。 うん、ワンペア同士の勝負ということですねまあ私には勝ち目がなかったかなってことこですあ次はいいですねえっ、ー、と234のストレートもありますしキングとエースのワンペア狙いもありますけどもまあフラッシュとストレートの両天秤でいきましょうか今回はうん、えー、レイズレイズってのは賭け金を上げるってことです これによって逃げた人がいますね。で、コールして、これでチェンジの権利が与えられたのかなと思います。チェンジは、これとこれをチェンジしましょうか。はい。どうでしょうか。あー全然ダメですね。はい。フラッシュもストレートもできませんでした。まあ、2枚をチェンジしてね、フラッシュとかストレート作るなんて、なあな、やってはいけない狙い目ですよね。まあ、これによってもう、ちょっと目がなくなったんで、逃げましょうか。 はい。他の方は、お、3000円になりましたね。もうね、すごいですよ。やっぱりこの賭け金の上がり方っていうのは。あ、フルハウスなら来ますよね。はい。じゃあ次が最後にしましょうかね。私が親なんでベッドしていきます。220の最低ベッド。で、他の方はどんどん逃げているかなってところで、ここでレイズして圧力をかけてみましょうか。 はい。ライハンは多分退場すると思います。でも私もほとんど豚なんでね、チェンジはしようと思いますけども、これとこれとこれを変えましょうか。な <laughs> んもできないよ。うん。なんもできない。はい。じゃあちょっとフォールドしましょうか。えね。もうどうしようもないです、これは。豚もいいとこだ <laughs> あ、ノーコンテスト。あ。この人が残留したんですね。 はい。まあもうすでにね、1000円負けてますよ、私。29万9000円になりましたからね。次は、今回も、まあコールしましょうか。あのね、遠くにフラッシュが見あもうフォールドですね、これはね。はい、さよなら。これは高みの見物決め込まないといけないんですわな。えー、もう2720円になってるでしょ。 最初220円で参加料出すんですけども一気にこんなね10倍とか100倍になっちゃうわけですよ怖いですねはい3カードのあフラッシュの勝ち4720円すごいまあ人勝負人勝負がサイクルが早いですよねで今回はコールしますえーとなるほどねあの相手がね何枚買えるかによってある程度こう 木さんを立てるることもできるんできすよどうかなあ、何もできないですね。ワンペア。最低ですね。2のワンペア。<laughs> はい、じゃあレイズして、ちょっとビビらしてみましょうか。あ、レイズ受けてきたな。じゃあコールして、ちょっと勝負いってみましょうか。あ、負けました。完全完敗ですね。3カード対3カードで、私はもう、お首にもかかりませんでした。はい、すでに2000円の負けです。あ、最後にするっつったのに、やっちゃった。 これがだからギャンブル依存症の始まりですね危ないんで本当にやめましょうかで今回はこれでレイズしてストレートフラッシュを狙っていきましょうねさらにレイズよしビビれよ最後だからビビらないぞこっちはチェンジはこれとこれをチェンジすると何かハートあっやだフラッシュできた奇跡だねこれ勝てるんじゃないですかレイズしていきましょうどん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 結構勝てるんじゃないですかこれは よし、どうだ。フルハウスか。フルハウスの勝ちですわ、これは。はい、やられました。じゃあ、これで終わりますね、今日はね。8分半やりましたけども、まあ、中毒にならないようにね。うん。面白いものって熱中できるじゃないですか。通常、熱中できるものってみんな褒められるはずなんですけども、トランプに熱中するとね、なんかのギャンブル依存症だっていうようなレッテルすぐ貼られるんですよ。アイドルのおっかけだってね、あれも、 なんかの中毒だと思いますし旅行とか温泉も中毒でしょなんかね世の中の風潮によって健全なものと健全じゃないものとなんか色分けされるような気がするんですけどもねどうなんでしょうねはい今日は以上です